こんにちは、こぐやてっちゃんことバッテリーや停止線店長の澤山です。今日はですね、こちらじゃん、高研さんのですね、ナットグリップっていうね、ソケット、こちらを紹介しますね。こちらですね、ここにリングのようなの見えますよね。これがねポイントなんですけど、内側にですね、ここにねボールがあるんですね。ちょっとアップの写真ね、こんな感じ2つのね、これね、両側にボールがついてまして、そのボールをこのリングで押さえて、ここの中に入るボルトをね、しっかり保持してくれるんです。例えばね、このようなボルト、パチッ、どうですね、普通はね、落っこっちゃいますよね。ですけども、ナットグリップは落っこちません。しっかり保持してくれます。どんな時に使うか。例えば一例ですけども、ソケットに、ラチェットつけてね、ボルトをつけて狭いところ、ね、手の届かないところでこうボルトをこのような感じでこうつける、締めるときね、とっても便利です。今、紹介したのこれね、8分の3のシャローなんですけども、もちろんディープもあります。狭いところで使うんでユニバーサルソケットもあります。他にもですね、1/4、こちらもシャローとディープとユニバーサルソケット、2分の1の差し込み角のナットグリップもあります。マグネット付きの、ね、ソケットをお探しの方も多くいらっしゃるんですけども、マグネット付きのソケットよりも、ね、値段がちょっと、ね、安いというのも、ポイントです。ボルトがですね、ソケットから落っこちたくない、ね、ソケットにくっつけたい、そんな、ことを思った方ですね、一度この高研さんのナットグリップソケットを使ってみてはいかがでしょうか。